Hey, what's up? キャプテントラジオです。今回は ID まとめ進行をやめた方がいいケース紹介ということで、今回の動画構成は前半で悩み相談とその対策、後半でまとめ進行をやめた方がいいケースについて紹介してるんで、見たい部分をチャプターから選択してみてください。今まではまとめ狩りの動き方を解説してきたんですけど、まあ、そろそろねちょっとやめた方がいいんじゃないかというケースを紹介していきます。で、本題に入っていくんですけど、やっぱりね何かと話題になるまとめ進行、初心者の人は特に驚くって話はよく聞くし、慣れてる人ならなんてことないなーっていうふうに言われがちですが、ある程度慣れてきた人同士でも問題になるケースがあります。ちょいとこんな質問があったんで見てみましょう。こんにちは、いつも楽しく拝見させていただいています。結構前になりますが、絶手間の補充にも DPS で参加させていただく機会があり楽しかったです。おお、その説はどうもありがとうございました。早速質問させていただきたいんですが、私はメインキャラのストーリーが終わって2つ目のキャラクターでまたストーリーの追体験をしていました。メインオール90ではあまり使わない学者を使って ID に参加していたんですが、漆黒の最初の ID であるホルミンスターで戦士さん、クロマさん、踊り子さん、学者、私といった編成での攻略になりました。ムービーを見て挨拶をしたら、戦士さんはいきなりまとめ進行を始め、私は他の人が慣れているジョブなのかレベリング中なのかをサーチ情報から推測しながらスプリントを使いまとめ進行をサポートしていました。踊り子さんは慣れている様子でしたが、クロマさんは単体攻撃ファイヤーしか詠唱していない、サンダガとサンダジャの違いも分かっていない様子で、まとめ進行に必要な DPS が足りていない中、戦士さんを落とすことなく3ボス手前まで行きましたが、ヒールが足らない、陣を置け、かっこ陣は置いてリケ待ち、もしくは単体ヒールが必要な場面が多すぎたなど、戦士さんに苦言を促されました。戦士さんから軽減が足りないと言われると思っておらず、正直初見ムービーを見ていたのにもかかわらず勝手にまとめた挙句こちらのせいにしていたので、別の初見の方だったら本当に一方的に言われて心を痛めると感じました。その時は DPS が足らないということを理解していましたが、クロマさんを攻めることにもつながるので無視を決め込んでサンボスを倒し退出をしましたが、こういったまとめ進行が横行しているのは初心者ヒーラーが遭遇したらと思うと悲しいと感じました。トラジオさんだったらこの戦士さんに、またはクロマさんに何て言えばよかったか教えていただきたいです。結論は、そもそもまとめ狩りをやめさせる。まあ、こういう話があって、ざっくり要約すると、漆黒のね、最初の ID なんですけど、そこに初見がいましたと。で、タンクの戦士がまとめ進行して、クロマ同士が範囲攻撃すらできない。そんな中、戦士を全力ヒールしていたと。そして最終的に戦士から文句言われるということで、疑問は、初心者ヒーラーが遭遇するとやばいよねということと、戦士とクロマにどう声かけるのかっていうことで、まず前提というかよくあるのが、現場を理解していない者ほど吠えるっていうのがあって、特にちょっと慣れてきた人ほどなんとなくな感覚で判断して物言っているっていう可能性があります。例えばね、今回の話だと戦士自身はヒールがややきついと感じているわけですが、戦闘不能になっていないという事実を理解していません。ベテランヒーラーとなると、だいたいその場で状況判断して必要最低限のヒールを行います。つまり死なない程度にある程度 HP が減ってから回復を入れたりとか、アビリティでできるだけ回復を行って、その分攻撃に回って敵の殲滅に貢献します。自分自身がタンクならね、少し不安になるとは思いますが、死ななければどうもないと思っておくのがよくて、多分ねヒーラーやったことないから理解できない部分があって、理解できないからこそついつい言ってしまうっていうのが、少し慣れてきた初心者から中級者にはよくありがちなんじゃないかなと。ではなんでギリギリのヒールで攻撃に回らなければいけないのかっていうと、まあ、今回のケースではクロマ同士がまともに範囲攻撃をできていない、つまりパーティー火力としては最も大事な DPS が最低限の攻撃すらできていないということで、敵の殲滅に余分に時間がかかってしまって、まあ、こうなるとタンクの防御バフが切れてきて余計にダメージを食らうってことから、ヒール不足というよりもタンクの防御バフが切れることで一気に HP が削れているように見えるわけで、質問主は多分ねそこそこできるヒーラーさんだと思うんで、アビリティとかもバンバン切って回復してると思います。その上でパーティーの火力が低いから、ヒーラーとしても火力を出そうとするとアビリティをふんだんに使って回復して攻撃に専念したと思いますが、それでもパーティー火力が想定以上に低くて殲滅により時間がかかって、タンクの防御バフも回復アビリティも消えたから単体の詠唱回復魔法を連発したんだと思います。でヒーラー慣れてくると分かると思いますが、高レベルの ID くらいなら大体はアビリティで回復するだけで事足りるってことが多いんで、タンクが微妙とか DPS の圧倒的な火力不足っていうくらいじゃないと詠唱して単体を回復する魔法を使う機会っていうのは少なかったりします。
それを連発するということは、まあ、よっぽどのことだと思うんですけど、これを理解しないタンクの場合はどうしてもヒールが足りないと判断してしまう悲しい結末になってくると。ちなみに学者を使ってるっていうことで、学者はバリアは強いけど HP を回復するという手段がやや苦手なんで、余計にそう感じたんかもしれません。この状況に初心者ヒーラーが遭遇すると確かにヤバいです。本来の原因は火力不足なのに、戦士がそれを理解せずに同じように初心者ヒーラーに言ってたら、そのヒーラーもこう理解できないから自分だけが悪いと思い込んでしまって強烈なダメージを受けてしまうっていう風に考えると、確かにね、ちょっとこれは怖いなって思う部分はあります。同じ状況起きたらどう声かけますかって話ですが、自分ならありのままを伝えます。ありのままの姿見せるのよ。戦士がああだこうだ言い出してる以上はその場を収めた方がいいと思うんで、戦士にはヒールは全力でしてます、殲滅にちょっと時間がかかりすぎていますね、防御バフカツカツじゃないですかみたいな感じで、一応防御バフちゃんと使い切ってるかを確認しつつ、なぜきついのか補足入れておいて、そして最後にまとめずに普通に行きませんかと提案すると。でクロマには、クロマさん、雑魚戦の時は範囲攻撃するとかなり強いですよ、わからないことなどありますかとか聞いてみて、質問があれば可能な限り答えて改善を試みます。それで改善すればいいだろうし、逆に何も反応なくて改善もなければ、日本語通じてないかチャット見てないかもしれないんで、可能ならそのまま進行して、どうしてもきつそうなら除名投票とかじゃないかなと。と言ってもやっぱりいいのは、パーティーとして厳しい時は無理にまとめには付き合わず通常の進行にしてもらうのが最適かなと。でこういう風に不意に言われた時はどうしても、ね、やっぱりイラつくってことはあるだろうけど、一旦冷静になってなぜそんなことを言ってるのかっていう風に考えると、自分自身が納得できることがあったりするんで、それで状況を判断するといいんじゃないかなと。とはいえね、やっぱり自分も同じ状況に立場になったら、こう絶対腹立って意地でも最後までやってやるぜみたいな風になるかもしれないけど、そうなるとね、もう飯と薬使ってでもクリアしてやるよっていう風に意固地になるけど、やっぱり初心者の場合はそうはいかないので、まあ、これはね本当によくあることで、その場で対応できないことが多いっていう風に難しい問題だと思うんで、もしこの動画を見ている初心者の方は、同じような初心者の人がその場の状況を理解できずに、そうだろうと思ったことで何かを言っているということもあるよという風に覚えておくと、ちょっと気持ち楽になるんじゃないかなと思いました。それで自分を好きになって。さて質問回答はここまでで、まとめ狩りをやめた方がいいケースをいくつか紹介していきます。まず前提として、やめるべきという話ではなくて、やめるかどうか判断するための材料として考えようっていう話で、人によってはそれでもいけるって場合もあるんで、ケースバイケースということを前置きにして話を進めていきます。ドドンと、まあ、こんな感じであるんですけど、まずタンクとヒーラーが初見若葉の場合は不慣れなことも多いので、まとめ狩りがうまくいかないこともあります。タンクが不慣れなら範囲漏れとか、防御バフがまともに使えていない、ヒーラーが不慣れならアビリティを使えていない、栄翔ヒールをするだけで攻撃はできていない、そもそもヒーラーが攻撃するものだと知らないっていうこともあったりして、これらが両方重なった時はまとめ進行がかなり厳しいかもしれません。片方だけならね、いつもより生存率っていうのを意識すればなんとかなるっていう風なことが多いんですが、両方とも不慣れだと被ダメージに追いつけなかったりします。この場合タンクとヒーラーどっちかが判断して声をかければいいんですが、それが難しそうならね、 DPS からも全然声かけていいんじゃないかなと。次に圧倒的火力不足。今回の質問のケースにあるように、まさかね範囲攻撃を打たない人がいるとはっていう状況がどっかでやっぱり起きたりすることもあります。でタンクは防御バフ切れで自利品になるし、ヒーラーもねこうアビリティがどんどんなくなってきて、栄翔ヒールで回復をしていると、まあ、攻撃ができないんで火力がさらに落ちるっていう悪循環になってくると。そういった時はまとめるメリットが皆無なので、まとめずに進行する声かけをした方がいいでしょう。この場合タンクでもヒーラーでももう一人の DPS でも誰が声かけてもいいんじゃないかなと。そして若葉いっぱいのパーティーっていうのも同様で、例えば自分がタンクで自分以外全員若葉とかだと、火力もヒールも満足するものを求めるのは厳しいので、状況判断してまとめないっていうのも無難に進める手なのかなと。とはいえパーティーの状況判断するために初回最初の数グループとかまとめてみるのは全然ありだと思ってて、初心者用がそれでもいけるっていう場合もあるんで、最初まとめてから判断してもいいと思うし、これは全てのコンテンツに共通している部分はあるんじゃないかなと。ただし超低レベルの ID になると、そもそも DPS やヒーラーがそもそも範囲攻撃を覚えていないっていうので、まとめるメリットが少なかったりします。
一応タンクを覚えるのが早いんでまとめて攻撃できるけど、例えばサスタシャとかでこう全力のまとめ狩りしてるとそこまで時間に差がないっていうのと、低レベルは初心者遭遇率が高いんであんまりメリットが薄いっていうのもあるんで、超低レベル帯はまとめない方が快適に遊べるっていう印象です。そして最も厳しいのは装備がゴミ。これは全ジョブに言えることで、装備がゴミであればまとめるのを控えた方がいいでしょう。でこれあんまりない例やけど、中にはねおしゃれ装備で突っ込んできているっていう例もちょっと聞いたことあるんで、おしゃれ装備ってレベル1で装備できる、見た目はかっこいいけど性能は皆無みたいな装備ありますが、おしゃれしたいからとそのまま突っ込んでくる事例があるそうで、自分はねこれはちょっと見たことないんですけど、万が一そういう人がいたらいろいろときついんでまとめは控えた方がいいでしょう。それ以外でもレベルと装備の差が10以上開いてたりとか、明らかに HP が低い人とかいると装備が弱いんで、一回まとめてみてきつそうなら声かけてみるのがいいんじゃないかなと。というように今回はまとめ狩りをやめた方がいいケースを紹介しました。この時に大事なのは状況判断して暴言にならない程度に発言をするという、ちょっと考えたりとかちょっと難しいことしないといけないんで、なかなかできる人はやっぱり少ないと思うんですけど、意識するだけでも事故やトラブルは防げるんじゃないかなと思うところがありました。といってもなんでまとめ狩りが流行しているのかっていうと、多くの人は大体やってみると大体でできてしまうっていうんで流行っていると思うんで、まあ、できない時っていうのはよっぽどのケースだとも覚えておくといいでしょう。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ようそろー。